はい、ちょっと皆さん見てください、これ。はい、あ、このね、背面キャッチ。お、もう入ってるやん。入ってる。こんなね、簡単なこと神業しません。なるほど。あ、こちら見てください、はい、このブランコに乗りながらかましますってことで、ブランコリング背面キャッチかます。いったれでは今回はピンポン玉キャッチの神業です。レッツゴー。よくもあなたは仕上げた顔して振りかざすサンキュー君のプライド、トランプメーカーさ、育児は一級が爆裂、今心に問いかけているよ、狙うんだ逆転を。ナリ君の速球を俺がってキャッチしたいと思います。ってことで、超至近距離キャッチかます。フリスビーにね、ボーンって跳ね返らせて、あっちの瓶の中にポチャンって入れたいと思います。ということで、バウンドショット上手に絵を描いても意味なし、意味なし、命にしなし、フレイのフレイカーさ、混乱は一級が収めるため、怖くて足が震えて。やるやんけ。やばいな。来てる来てると思った人、高評価よろしく。ほんなよろしく。ガンチガンチ一級一級か。ターザンロープショット、これに乗りながら背面で的を射抜きたいと思います。でもみんな、これマジで右腕がつりそうになるから、俺がもしつらずに決めることができたらチャンネル登録よろしくかます。やっけー。待って。おお、俺のクラス担任のフクロウ先生がドクロマンに捕まってるやんけ。くそー、しかも体を左右に揺らしながらめっちゃ挑発してくるやん。絶対許さん。はよ助けて、あのショット。ハハ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 ハ。大丈夫でしたか？え？そんなことより昨日の宿題を早く出しなさいって。はあ？助けてやったのに、何なんだよその言い方は。この野郎、何なんだよ。こいつでろうそくの火をサンって消してやりたいと思いますってことで、ろうそくの火消しショット、行ったれ。世界は分かりだろ、影か光か、どんちんかんちん、一気に kiss you again。 ってことで、今回はヒネトにこのね、タイヤにぐるぐる回ってもらってキャッチするぐるぐる回転キャッチをしてもらいたいと思います。なぜなら僕たちができなかったからです。ってことで、 VTR どうぞ。もっとや、もっとや。やばい。お前ほんまや。来てる。これ絶対あかん。嘘やん。ほんまに吐きそう。
大丈夫。大丈夫。ってことでヒデト頼んだ、よろしく。やばい、ハクハク。大丈夫。これ静止画じゃないから。吐きそうやもう。いや、その手前やから大丈夫。あそこにある2つのピンを2人で同時にかましたいと思います。同時かまし、かます、かます。逆転をピンチはチャンス、世界は分かりだろう、影か光か、どんちんかんちん、一気に kiss you can。この滑り台を滑りながらリングにポーンってかましたいと思います。まあ一発はね誰でもできるんで、神業なんで2発同時でかましたいと思います。かますぜ。おお、いけ。バスケットリングダブルかまし、これめっちゃむずいから、みんな決まったらぜひツイッターフォローよろしく。かます、いったれ。トラブルメーカーさ、理不尽は一級が爆弾だろ、神も仏もすがらないよ、狙うんだ逆転を、ピンチはチャンス、世界は分かりだろう、嘘か本当か、どんちんかんちん、一級一級か。ということで皆さん、ツイッターのフォロー、マジでお願いします。あー決まった。はい、ということで最後まで見てくれてどうもありがとうございました。ピンポン玉キャッチの神業どうでしたか。でも俺たちはこういう神業をどんどん YouTube にアップしていくんで、みんなチャンネル登録よろしく。ということで、じゃあまた。トラブルメーカーさ、理不尽は一級が爆弾だ、今心に問いかけているよ、狙うんだ逆転を、ピンチはチャンス、世界は分かる。どうやったら怖い。